れ様です。お疲れ様です。今週も1週間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、明日からうち2連休ですね。そうですね。はい、定休日いただいております。はい、はい、で今週ラストですが、はい、じゃーん、美味しそうな桃をいただきました。いただきました。とても美味しそうです、うん、すごいね、うん、桃のいい匂いが、にいい、うん、桃のいい香りがする。いい香りがね。そう、うん、で、うん、やっぱしね、桃をもらったということは、はい、夏の好きな果物ベスト3、はい、どうぞ。そうですね、順はつけられませんけど、うん、メロン、うん、桃、うん、ブドウ、え、ブドウ、スイカ、うん、うーん、そのあたりかな、うん、私もブドウと桃が好き、美味しいですよね、うん、でもさ、ブドウってさ、うん、夏、うん、でも結構夏から秋って感じじゃないですか。まあそうな、夏から秋なのか、まだだよね、うん、なんかなんだっけ、あれ、あれ食べたことある、長野パープル、あー、あの名前は聞いたことありますね。すごいさ、ちょっと高価なんだよ、うん、へー、そう、なんだけど、うん、一回だけ食べたことあるの、もらって、うんうんうん、すっげー美味しかった。へー、食べてみたい、うん、で、ほら、今、ブドウもさ、うん、いろんな種類あるじゃないですか。品種改良されてね、皮が食べられるとか、うん、そうそうそう、 種がないとか、あ、そうそうそう、いろいろありますよね。そう、いろいろある、巨峰も、うん、巨峰は私の中での、うん、あのブドウの王様なのね、うん、なんだけど一番好きなのは、うん、デラウェア、あのちっちゃい粒、はい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 、あれは大好き。もうなんか、はい、あれが出てくると、うん、小学校の時の夏休みを思い出す。そうですか、必ず思い出の、そうそう、お母さんがお仕事してたから、はい、お弁当を用意されてるんだけど、はいはいはい、なんかデラウェアが別にお皿に冷蔵庫の中入ったりとかすると、うん、なんかもうイエーって一人で、あ、いいですね、一人で早食い競争みたいなしてた、デラウェアで一人でね。ああ、でもあれも止まらなくなりますよね、うん、枝豆と一緒で、あ、そう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 。いや、夏って、うん、あの夏バテとかで食欲がちょっとなくなっちゃったりとかするけど、はい、美味しい食べ物がいっぱいあるんですよね。そうなんですよね。果物も美味しいでしょ、うん、でお野菜もね、うん、夏野菜結構美味しいし、美味しい、やっぱりね、うん、旬のものは旬のうちに、うん、その季節のものはやっぱ食べた方がいいね。そういうことなんですね。制覇した方がいい。そういうことですね、うんうん、で、あとは、うん、私今年の夏といえばまだスイカ食べてないので、あらららら、一回も、はいはいはい、で、そろそろもうスイカ終わるでしょ、はいはいはい、ね、スーパーに行くと一年中今ね、そうですよね、そう、カットスイカが売ってたりとか、カットスイカは一年中ありますよ ね、あるからいつでも食べれるとは思うけど、うん、ま、1週間以内には必ず食べたいと思います、スイカ。ぜひぜひ、ね、美味しいうちに、ぜひぜひ、はい、スイカ割りして家で、え、しないでしょ。旦那さんと2人でスイカ割りでもして、いやいや、もう寂しいじゃん。寂しいでしょそれ、じゃあナミさんちはね、お子さんが2人もいるからさ、家族でどうですか、スイカ割り。今年1回も海行ってないですよね。あー、うん、私も行ってないの、うん、結構ね、動画で夏を楽しみましょうなんか言っておきながら、うん、海も行ってないし、プールも行ってないし、うん、スイカも割ってない。スイカも割ってないんで、ちょっとね、もうこれからお盆から後半戦、そうだね、ガンガン夏を楽しんでいこうかなと。まあそうだね、お盆、はい、ほら過ぎちゃうとやっぱクラゲさんが出たりとかするから、うん、やっぱりね、うん、そうですね、ちょっとちゃんと時期を見ていかないと。今のうちです。そうですね、はい、はい、ということで今週も1週間あの楽しく乗り切りましたね。はい、はい、あとまた来週も、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お疲れ様でした、はい、さようなら。さようなら。